こんにちは、翔太です。今回は新しく来たですね、UR1000 花嫁の、順位について見ていこうかなと思います。こちらの順位になるんですけれども、まずですね、何が追加されたかというと、エンスダメスキル、毎回スキル、攻撃前自身が影子状態ではない場合、さらに自身攻撃力の 150% のダメージが加算されると。自身が影子状態の場合 100% の確率で敵の有益状態あるいは生後状態を一つ解除なんで、まあこれどっちかっていうのはちょっと厳しいですね。まあどちらも一つであればまだ使い道はあるかなと思うんですけど、どっちかなんで、まあ、いらないでしょうね。まあ一応ですね、スキル見ていきましょうか。スキル1でですね、影子に入ることができます。なんで、スキル1を打つ段階ではですね、影子状態ではないので、スキル1、攻撃力ダメージ追加されますね。800% の、敵4面に 800% の砲術ダメージと、MP の30倍の砲術ダメージが入る。で、これに加えて、攻撃力の 150% ダメージが入るというふうな感じです。で、毎回攻撃後 80% の確率で一旦の間敵を凍結にすると。で、すべての攻撃後3ターンの間、自身が影子状態になって MP の35倍のダメージを吸収と。で、スキル2が残り HP パーセンテージが最も低い敵4名に 800% の砲術ダメージ。毎回攻撃前自身の知力値が敵より高いとダメージ倍。敵の HP が 50% より低いと必ず会心攻撃。すべての攻撃後、残り HP パーセンテージが最も低い味方に総ダメージ 30% の HP を回復させデバフをすべて解除。まあ、これは MR 化したら罪悪も全部解除してくれるようになると嬉しいかなという感じですね。で、スキルにはですね、一応影子になっているとすると、生後状態か有益状態一つ解除できるような攻撃になりますけど、これ範囲攻撃なんで結局、どっちか一つ解除したところでって感じはしますね。で、それに加えてですね、影子状態ではない場合であれば、まあ、こっちであれば攻撃力 150% にダメージ倍にクリティカル乗る可能性があるので、そっちはいいかなと思います。で、パッシブは攻撃力 44%、命中打ちレベル ×300、HP 44%、回避値レベル ×300、MP レベル ×300、砲術回心ダメージ 60%。攻めてるね。で、UR1000 武器が知力値レベル ×250、攻撃力 17%、回心値レベル ×260 と。で、花嫁化するとですね、花嫁衣装が MP レベル ×140、体力値レベル ×80。あ、MP 上がるのはいいですね。指輪が防御貫通500ついている、ぐらいになりますんで、まあ、基本的には圧倒的にスルーですね。かなりスルーかなと思います。まあ、稲葉ウサギですね、取っていただいた方が全然いいんじゃないかなと思うので、こちら狙ってもらう方がおすすめです。今回はここまでにしようかなと思います。これからも放置少女の動画を上げていくので、もしよければ Twitter のフォロー、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。